戻れない世界にしましまょうか久保さん多分ね僕ね思うんですけどエホバの商人さんも多分ね気づいてるとこは気づいてると思うんですよただしずっと何十年もまあそれで生きてきたから今更それを変えるっていうのが多分、その今までの人生を否定する今までの教えを否定するっていうところでなんかプライドというかなんかそういうのがいろいろあるんじゃないかなと。 多分気づいてはうっすらは気づいてると思うんですよね。だって世の中だいぶ昔と違って全然変わってますし、情報もいくらでも取れるわけじゃないですか。なんで、気づいてると思うんですよ。ただ、それを、まあ、宗教上の理由、いや、こういう教えだから、どうのこうの、ダメなんです。教えに省きますみたいな、まあそこから抜け出せないっていうところだと思うんですよね。うーん だか,らね、だからまあ多分この問題っていうのは一生なくなんないと思いますよ。だってそこにずっとその世界から抜け出せないんだったらこっちの世界はねテクノロジーが進んでいろんな世界がこう文明を発達するんだけどこっちの世界で生きるんだったらもう無理ですよ。だからネットビジネスで稼ぐっていうのもそうですよね。そのリアルでずっと働いてきました。でハローワーク求人票を見てやってきました。で ですか働いたら給料がもらえますっていう世界で生きてきましたネットで稼げる本当に稼げるんですか億万長者合宿に参加したら本当に稼げるんですかっていう人たちなんですよねなぜな,なぜそういう質問が来るのかっていうと会社で会社で働くと給料もらえるという世界で生きてきたからですよね億万長者合宿に参加したら会社に入社したら給料もらえるんですか億万長者合宿に参加したら億万長者になれるんですか 会社に入社すると給料もらえるんですかみたいなね。自分で稼ぐっていうのは、起業したら成功しますかっていう質問はできないわけですよ。自分で稼ぐっていうのはね。それが、すみません、当たり前の世界なんですね。で、この当たりも、こっちは当たりも、こっちの世界があります。で、こっちの世界があります。こっちの世界からこっちの世界を見たときに、そういう質問が出るんですよ。でも、こっちの世界の人はそんな質問しないですよね。だって、起業したら成功できますかなんて言わないですよ。<laughs> 成功できるんだったら起業します。言わないですよ。言ってらっしゃい。